はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆうかです。今日はこのお肌を日々のこうお化粧のルーティーンから外してお肌を休めたベースメイクをしたいなって思った時のメイクアップっていうのをやっていきたいと思います。まあノーメイクアップメイクアップとちょっと近いんだけど、本当にベースはファンデーションなしで行ってます。なのでその辺チェックしていただけると嬉しいです。お腹の音。インスタにはこう商品を載せたりとかしたんですけども、色味とか質感とかそういうのをお見せできなかったので、このね YouTube で動画にしてみました。それでは早速見ていきましょう。レッツこのまま Get Ready With Me 始めていこうと思います。まず使っていくのは、私の動画には結構何回も登場しているヘラのサンマットプロテクター SPF50PA3+のものです。これはね本当に質感もすごく使いやすいし、ベタベタしないし、かといってこうアルコール性のあるなんか水みたいなサラッとしすぎてる日焼け止めってあるじゃないですか。そういうのだとなんかちょっとヒリヒリする時があるんですよね、アルコール入ってるから。なんかそういうのもないし、こうトーン補正みたいなのも程よくしてくれる感じで、すごく気に入ってます。できるだけ本当にナチュラルなメイクアップなので、メイクアップっていうか肌を休めたい日用のベースメイクなので、もうこの日焼け止めが大半以上を占めてるというか、なのですごい大事なステップになるので、たっぷりたっぷり塗っていきます。はい、塗ったらこんな感じで、そうしたら私のインスタグラム見てる方は分かるかもしれないけど、じゃじゃん、これです。イプサの、スーパーマットコンシーラー部分用ファンデーションっていうものなんですけど、インスタではこの写真だけ載せたから中のテキスチャーとか多分こう伝わらなかったと思うんですけど、こういうなんかこう薄緑みたいな色のコンシーラーが中に入っていて、毛穴をこう埋めてくれるような質感なんですよね。見えるかな？なんか今日本語は浮かんでこないけど韓国語だとメクメクナゲ守りがテクノキ、こうプリクラとかで肌がこう綺麗に見えるような感じあるじゃないですか。サラサラしてて毛穴レスな感じを、こうファンデーション感は全くなくそういう表現をしてくれる透明なタイプの液体なんですけど、すごい外のなんか畑のあのおじいちゃんたちが今すごい一生懸命農作業してて、その音がうるさいかもしれないんですけど、お許しください、うん、そしたらこんな感じね。なのでこうニキビ跡とかはカバーは難しいんですけど、こんな感じで肌休めたい時はもうここでほとんどのベースメイクは終わりです。ただこの上に私が最近すごく愛用してるのがベビーパウダーなんですけど、ちょっと待ってね、持ってくるね。ベビーパウダーっていうのがこちら、肌リラスキンケアパウダースイートパウダリンの香りベースパウダーなんですけど、これピュアのベビーパウダーなので昼につけてもいいし、夜これスキンケア終わって一番最後の段階ポンポンポンって塗って寝て もうスキンケアでちょっとベタついた感じを抑えてくれるっていうので、だから夜にも使えるぐらい肌に負担が少ないタイプなんですけど、まあ、もちろん私はこれは昼間用で使ってるので1個のものを昼夜で使うのはもちろん良くないんですけど、もしもう1個買ったら夜用に使用したいなと思ってます。でも本当にこういう色はなしっていうか、白のこういうお色味で、色は全然ないけどちょっとマット感を出してくれる程度のもので、肌にね。なんでこれを、あ、塗りすぎちゃったこれを全体に、こんな感じ。肌がちょっとマットになるだけで整った感じというか、メイクした感が
出る時ってありませんか。なんで全くファンデーションとかは塗ってないんですけど、日焼け止めとあとマットコンシーラー、コンシーラーというか色はないのでマットタイプの透明の T ゾーン用のもの、あとはベビーパウダーっていう感じで、この3つを使用してるだけなのに結構いい感じじゃないですか。なんで最近は、最初は1週間に絶対1回このメイクをし、メイクというか肌を休める日を作ってちょっと肌休めてあげようかなって思ったら結構ハマっちゃって、この感じに。今週は本当にほぼほぼこのメイクで、撮影以外はこのメイクで活動してました。なんでこれで、でも私はなんかこう具合悪そうに見えるタイプの顔なんですよ、メイクをしないと。なんで眉毛とチークとっていうベースメイク以外のものはしてあげようと思います。何を使うかっていうと、ゼフィットのミニサイズのセフォラで買ったものですね、使って、眉毛もね、そんなにないわけではないので、こう間を埋めるような感じ、さらっと描いていきます。毛って不思議でさ、なんか生えるとこと生えないところがあるじゃないですか。なんかその生えないところを埋めてあげるような感じです。アートメイクとかも興味あるけど、なんか実は前、私この眉毛のねアートメイク、本当に何年前かな、7年前ぐらいかアメリカにいた時に、なんかこうモニターみたいな感じで知り合いのアートメイク、眉毛のものをやったことあるんですけど、今はなんか本当にこの辺にしか残ってないんだけど、その時本当にだから技術もこう発達してないっていうか、なんかアートメイクが出始めて間もない頃だったので、使うインクとか刃先とかって多分まだまだこういいものが出てない時期だったと思うんですけど、本当に痛かったんですね。なんでそのなんか恐怖感というか、それが忘れられず、多分今はもっと痛くないし、早く終わるし、自然に仕上がるしっていう感じだと思うんですけど、なんかまだ踏み入れられてなくて。なのでもしアートメイクなさってる方いたら、コメント欄でどうだったか教えてください。そしたらあとは自然にチークをポッてした感じを出したいので、それはこのネイチャーリパブリックのボタニカルクッションブラッシャー1のピンクを使っていきます。こういう風になったクッションタイプのブラッシャーですね。これもすごいね、私はお化粧してない感を出したいのでいつもそのなんか量調節をねすごい頑張ってるんですけど、女の子は努力してるよね、裏でね。男の子分かってあげてくださいねこんぐらいかな、画面でちょっと見えないからもうちょい出すけど、見える。あとなんかこの色とさ、こっちの色が違うってすごい言われる時あるんですけど、あのね、お化粧を取っても色が違うのだから、ちょっとお許しくださいって感じですこっちは焼けちゃったって感じ、ここはすごいケアするから焼けないんだけど、まあはい、こんな感じです。眉毛も上げた方がなんか元気に見えるから、眉毛も上げます、ビューラーでね。こんな感じです。は口紅みたいなリップは使わずに、本当に薬用リップに色がついているもの、こちらのものを使っていきます。これはハニュルのチャヨンルタルムリッパジャーチョ、ジャーチョっていうものです。なんだったかな、でもなんかすごいいい匂いがするの、こう自然なハーブっぽいお花の匂いみたいなのがします。全然塗る感じ。この DUP のマスカラで薄くマスカラを塗っていきます。でさ、こういうメイクの時のポイントは、なんか下から塗るんじゃなくて上からこうちょんちょんって塗るの。そうするとね、ここにもつかないからすごいいいんですよ。上からちょんっていう風に、であんまりこう重ね付けせずに、結構地まつげのねケアを頑張ったら地まつげが伸びてくれたので、こんな感じです。ではこんな感じの相当
簡単な肌を休めたい時のベースメイクでした。皆さんの参考になったら嬉しいです。なんか最近はいかにちょっとこう肌に負担をかけないかとか、こう体に負担をかけないかとか、そういう視点でこう物を選んだりとかお化粧するようになったなって、すごいなんかここ数ヶ月でかなりの変化がありました私の中で。なんで、まあ、もうちょっとナチュラルなこう商品とかお化粧の仕方とかっていうのがこれから増えるかもしれないんですけども、お付き合いいただけたら嬉しいです。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。 Instagram と Twitter のフォロー、そしてここ最近オープンしたバコブブのサイトももしよかったら見てみてください。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。안녕.